暑い。気持ちおいで。フリーズしちゃってるよ。おいで、ちょっと歩いた方がいいよ。ねえ。ちまちゃん、ちょっと歩こうか。ちょっと、ねえ。ちょっと歩いた方がいいよ。のりこちゃん。はい、どうも、ぶひけんです。本日は、火曜日。昨日の定休日は本当にゆっくりしてた。ああ、掃除洗濯を済ましてダラダラと過ごしていました。さて、それでは本日も今週も頑張ります。まずこれですね。ちょっとサフを入れて、サフを先に入れちゃって、乾く間にちょっとこっちのシビートラックちゃんの、アクセルのスプリングの戻りの部分を作って、こんな感じで進めていこう。暑いな今日も。はい、 OK。 ちょっと乾かしましょう。はい、サフが乾きました。じゃあ成形して色を入れるんですが、その前にちょっとここまで塗っちゃうとな、入んなくなっちゃうんだよね。またまだギリギリ入るな、サフまでだと。ここ入んねえじゃん。ここ入るな。ちょっとここの、あ、最後でいいか、ここ落とすのは。それとこいつが入るとアース落ちするもんで、この辺を削んなきゃなんないんだよな。ちょっとその印をして、塗装を剥いときます。だいたいこの辺ですね。うん、これがこうついてアースが落ちるっていう風になるので、よし、ちょっとそこだけ色を落としておきましょう。はい、足付け成形が完了。まあこれぐらいでいいかな。ちょっとここもね、まあ控えめに、まあ内装にマッチするようなこういう感じの色でまた行きたいなと思います。なので少々のアラはまあ大丈夫だ。とりあえず黒く塗ってもう一回乾かします。はい、 OK。 お掃除します。で、それではサフが乾く間ちょっとこっちをやっていこう。まずはちょっと作り替えるところを外して、これですね、これを外します。ここでいいな。なんていうのかな、なんつって言ったらいいんだ。まあ車によって、作り方によってなんですけど、まあこの車ちゃんはアクセルを踏むとここのレバーに連動されてて、ここを引っ張ってアクセルを開けると。なんでわざわざここからもスプリングをかけるとこを作んなくても、ここに引っ掛けて、ここに穴を、このステに穴を1個開けてあげればなるね。よし、そうしよう。ちょっとこいつに印して加工します。よっしゃ、 OK ですね。うん、で、あとはリンケージがクローム、来週になっちゃうんですけどさ、連絡取ったんですよ、さっきクローム屋さんに。この間バンパー出したんですけど、ちょっと追加で、で、ちょっとこっちのパーツはちょっと申し訳ないですけど急いでやってもらっていいですかねなんて、まあちっちゃいパーツなんですがつって、まあただ取りに来れるのが来週らしいんですよね。うん、なので来週の水曜日木曜日だったらこっちへ来れるということなので、その時出してちょっと早めにやってくれと。うん、でバルブカバーとあれも明日明後日ぐらいには届くと思うんだけど、どうかな。まあ届いたら先それをやってだな。よし、そんな感じか。そうだ、配線つなぐの忘れてた。つなごう、ここのね。こんな感じでここから室内へ入れようと思ってるんですが、これね、あのキーシリンダー ACC につなぎたいんですが、よいしょ、まあちょっと延長しなきゃならないんですけど、赤い配線がねこんだけしかなくなっちゃったな。これこの間買ってこなかったっけ。
それも終わっちゃっただっけか。赤くる、あ、違うんだ。いらないと思って買ってもなかったんだ。うん、どうするか。はい、ちょっと雨降りそうになってきたんで室内に入れましたね。もう乾いてる、濡れるんだけど、次の色が。雨降りそうだよ。天気予報でも雨だったんだよな。晴れのち雨。どうするか。配線なかったっけかな。このぶってえやつならあんだけどな。これとこの次の太いやつだったらあんだけどな。ちょっとあんま古いやつは使いたくねえな。やっぱな、怖いもんね、なんかあると。こういうやつもね、取ってあるんですよ。あの、切れっぱしになっちゃったやつとかね。なんかテストするときとかに使えたりするんでね。よし。よし、しょうがない。買ってくるしかないな。またか。昨日行っときゃよかったな。ねえもんな。切れっぱししかないんだよな。で、こっちも太いやつなんだよね。こんな太さ。待てよ。ホームセンターって配線売ってねえのかな。ちょっと行ってみるか。ねえ、近場で売ってりゃラッキーだよ。売ってました。あの、ほとんどがなんかこう、なんだろう、灰色とか、二つくっついたやつとか、ふってえやつとかだったんですけど、赤と黄色だけあった。だから赤買ってきました。はい、パーツが到着しました。オーナー様、到着しましたよ、やっと。ただ、見てください。こんなでかい箱できました。なんでやねん。送料だけで9700円です。9730円。もっと小さくしようよ。そんなにでかいパーツじゃないでしょう。ビビる、いつも。まあ、ちょっと上げてみましょう。よいしょ。はい、オーナー様。エアクリーナー。バルブカバー。そして、スイッチノブ。到着しましたね。よーし。エアクリーナー乗っけてみちゃう？よいしょ。ちょ乗っけるだけ乗っけてみていい？あ、あれがつくんだっけな。このなんかこれがついてたね。これはなんでつけてんの？上にやりたいのか、エアクリーナー。よいしょ、どうだ。あ、いいや、こうなるのね。こんなに上じゃなくてもいいな、位置。あ、これはこれででもかっこいいか。うん、これなくてもいいんじゃね。何か当たっちゃうのか。大丈夫だね。あ、ナイフかっこいいな。あ、こうだな。かっこいい。いいね。やっぱこういう形だな。うん。そんで問題はこっち側のバルブカバーがはまるかなって感じですけどね。ギリギリ避けてくれるといいな。うん。ちょっとせっかく届いたんで交換してみますか。うん。まだ配線やってないんですよ。顔だけ買ってきて。よし、ちょっとやってみます。取れないんだけど、なんで？ネジ取れてるよ。何これ、どういうこと？何、なんか当たってんの？ちょっとバルブカバー取れねえって初めてだけど、どうすればいい？なんで取れないの？なんで取れねえんだ？なんか接着みたい。あ、コーキング打っちゃってやんのかな。これ困ったな。ガチガチだぞ。なんだ、何がハマってる。
外れました。これ速乾ボンドみたいなの塗ってあるな。なんかガスケット接着しちゃってほんで取れなかったんだな。ほら何これ、これ速乾だよな。違うとか、あの対応用のあれかな、液体ガスケットかな。まあいいや、これ取れるだけ取れた、とにかく取れたけど、じゃあ掃除か。マジか、あさって取れると思ったのにな。あれ、じゃあガスケットも用意しにはいかんってことじゃん。ガスケットそのまま使えねえかなとか思ったけど、ちょっと待って。あ、エンジン綺麗ですね、綺麗です。ああもういいや、綺麗だな、ついでだから。よしよしよし、ちょっと乗っけるだけ乗っけてみようかな。乗っけるだけ、うん、いやーこれ折れたとんのりダメだなマジか、折れたとんのりダメだ、くそマジか。なんとかなんねえかな、なんねえよな、どうやったって。どうやったってダメだなちょっとこうあれですね、あのちょっと大きくなるんですよ、あの山なりにこういう風になってるもんで、あっちは平ったいんですけど、折れたら飛んだけどダメですねくそー、こんな落ちかよ。その前にちょっとガスケットちょっと探してきます。よし、ガスケットは在庫で新品がありましたね、まだ開封してないです。これを使うと、よし、しょんで折れた取るか